漫画でっきょんな。どもども、中年ゲーマーよろさんです。皆様、メイン4倍お疲れ様でございました。そして休む間もなく本日お昼から指輪の試練がスタート。2周年は今のところ大忙しでございますな。それではざっくりと指輪の試練について、確認をば、育成に関しては HP1320 目安の、育成におすすめとのこと。HP1320 となると、メイン2章のベリハ8の、2の5と同じということですな。そして指輪の印を獲得することで、10億ジュエルの山分けキャンペーンに、参加。これは 1.5 周年にもあった西洋系の、イベントと同じ感じですね。指輪の試練のイベントの期限は12月10日4時までとのこと。そしてここでご注意を、このジュエル山分けキャンペーンですが、12月10日4時の時点で、指輪の印を持っているプレイヤーのみです。なので、忘れないうちに指輪の印は、交換しておきましょう。そして現在開催中のロマフェス、復刻ロマフェスのスタイルは、メインで育成3倍、イベントで育成4倍でございます。残念ながら熱トレイは含まれませんが、引き続きイベントでもうまうまな育成ができそうです。あとはロマサガ1から3の、スタイルも育成ボーナス対象ですな。それらのキャラを編成することで、イベントアイテム追加ドロップもありです。そしてこのミッションもお忘れなきように、ジョー、グウェイン、ドーラの誰かがいないと達成できません。どれも持ってない人はハイフェイジョー、編成ですな。そしてこちらはイベントメダル交換所。まあざっくり見た感じ、全回収のつもりで OK だと、思います。砂とかあまり倒していらねえよという方は、放置でもいいでしょうけどね。とにかく指輪の印だけは、絶対早めに交換しておきましょう。それでは今回も私がウルトラハード、20を周回しているパーティーの、ご紹介です。さすがに1ターン周回は、できませんでしたが、2ターンで安定した周回ができるので、今回はかなりおすすめなイベントだと、思います。そのパーティーがこちらでございます。陣形はアニマストリーム、配置はこんな感じです。が、この編成で重要なのは、ボストンとジョーなので、アニマである必要は全く、ナッシングです。カラフルレンジャーズやシグモイドフォームなどでも OK です。そしてキャラに関しても、他は何でも、というわけではないですが、それなりに火力を出せるスタイルなら誰でも OK です。一番にボストン、ステータスはこんな感じです。武器成績は、HP 満タンプラス、防具は腕力素早さアップ系です。継承はなしですが、連機賞プラスを継承できるなら、多分、そちらの方が安定です。私は全然育成してなかったので、連機剣でやってます。2番に竜姉様、ですが竜姉様である必要は、ありません。そこそこ火力の出せるスタイルなら誰でも OK 枠です。武器成績は、HP 満タンプラス、防具は素早さアップ系です。ゲールダートを継承しております。BP はゲールダートを12、アースライザーを16にしています。3番に上、ステータスはこんな感じです。武器成績は、HP 満タンプラス、防具は知力アップ系です。チェックメイトを継承しております。4番目にミリアム、ですがこちらもミリアムである必要は、ありません。そこそこ火力出せるスタイルなら誰でも OK です。武器成績は、HP 満タンプラス、防具は知力アップ系です。継承はなし、焼き尽くすを打つだけです。5番は置物枠でございます。本当に何でも OK 枠です。火力を出せるに越したことはないですが、出す必要はありません。ではでは、以上のメンバーで行ってまいります。戦闘の BGM が西洋病ってなんか、周回してる気分にならないですな。で今回のイベントは、かなり周回しやすいようになっております。まずは取り巻きのエルムバードと、フリスベルグのアビリティを、確認。エルムバードは撃破した時、敵全体にスタン付与されまして、フリスベルグは撃破した時、こちらの BP を5回復します。フリスベルグは2体いるので、倒したら BP10 回復してくれます。
ジョーは1ターン目にフランベソルベを使って例になりますが、10回復した上に、次のターンに3回復するので、チェックメイトを打つことが可能というわけですな。というわけで、高 BP 消費技の育成をするのにも、指輪の試練は最適ということですな。ではでは、サクッと周回してまいりましょう。1ターン目はフランベソルベと、連機剣で攻撃します。が、たまーに取りこぼすことがあります。その時はミリアネか竜明様にお願いすることになりますが、まあ取りこぼしたとしても2ターン周回は、できますので安心です。2ターン目は全員大技フルぶっ破して、終了です。竜神劣化剣の火力に、ノージルブシャーですな。という感じで2ターン周回可能でございます。城のところは替えがつきにくいかと、思いますが、ボストンのところは別のスタイルでも OK です。こちらも限定になりますが、ハロウィンアザミなど、1ターン目に城と一緒に、雑魚処理ができて、2ターン目に単体効果力、技が打てれば大体 OK だと、思います。これも2手で倒せてますが、稀に取りこぼす時ありです。アザミなら連機賞のランクも上がっているので、連機賞プラスに連達して、使うのもありかなと思うんですが、なんかもったいなくて連達するの、躊躇しちゃうんですよね。チェックメイトのランク上げをどうしようかと思っていたので、いいタイミングでこのイベントが実装されたのは、嬉しいですな。とまあ今回のイベント周回に関してはこんな感じですかね。報酬だけ回収するならフランベで、ワンパンできるところを、鬼周回していればいいかと、思いますが、今回の魅力はベリハ8の、2の5と同じ上限の育成場所を、2ターンでの安定周回ができるというのが、魅力だと思います。12月10日4時まではここの周回で OK なのではないでしょうか。ただ、指輪の試練の周回に、夢中になりすぎて、最果てや迷いの世界等を、攻略するのを忘れなきように、最果ては7日4時で終了ですし、世界等は、10日4時までですからね。これらの報酬も大変美味しくなってますので、行けるとこまで行っときましょう。あとはデイリーのメイン30周も、お忘れなく。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。では。